鶴野には、しばらく蒼天堀のうちのアジトで尋問を受けてもらいます。その話によって、大道寺の渡瀬への対応も変わってくるでしょう。ああ。あなたは、少し休んでから来てください。お疲れでしょう。アジトの場所は、また後で連絡します。珍しく優しいんだな。命を助けていただきましたのでね。ですが、 一応聞いておいてもいいですか。うん。さっきの状況では、鶴野と組んで私の口を塞ぐことはそう難しくなかった。私のような日陰者が姿を消しても、まず表に出ないでしょう。すると渡す組の提案は決して悪い話ではなかったはずです。また沖縄の子供たちと会えるようになるなら、あなたは私を見殺しにするだけでよかった。 なのになぜ助けてくれたんです。俺は大道寺に向かって自分から死んでやるって啖呵切ったんだ。もうこの先の人生に何かを望んでいい立場じゃねえ。そんな俺のために他の誰かを死なせらんねえだろう。 さすが伝説の極道。一度決めた筋は必ず最後まで貫き通すというわけですね。そんなんじゃねえ。だが俺の周りにはそうやって自分を貫いて死んでいった人たちが大勢いる。いつかあの世でその人たちに会った時、 恥ずかしくねえようにしときて。もう俺にできるのはそれくらいのもんだ。なるほど。今ので答えになってたか。ええ、十分です。お引き止めしてすみませんでした。改めてゆっくり休んでください。わかった。ただ今更ですが、 してんなよ。
Then could you? いらっしゃいませ。ありがとうございます。主人公に憧れてポケサーを始めたという挑戦者、果たして漫画張りの熱い走りを見せてくれるのかな。注目の上流くんは緑レーン。みんなスタンバイしてるね。出遅れないようにね。カウントダウンが始まるぜ。レディーよーかやるか。あースタート。みんな頑張れ。何
何が起こるかわからないのか。ああ、ジョーリュー君のマシン、つい陥落した。迎えていくぜ。逆転へのブーストだ。なんてこっか。2位以下に大きく差をつけて独走してる。止められねえぞ。レースも後半戦に突入。みんなの熱気が伝わってきたよ。安定した走りでコースを駆け抜けているね。いよいよファイナルラップだ。そこでボーン。俺の勝ちだ。今日の熱いバトルを制したのはジョーリュー君だ。おめでとう。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。コースターにようこそ。挑戦者のマシンは注目の勝っても負け。やるか、よし、やるか。スタート。少し出遅れたかも。これは帰り行くぜ。逆転へのブーストだ。先行くぜ。このままではコースアウトしてしまうぞ。すごい挙動でレースへ戻る。カスタマイズが良かった。このまま最後まで走り切れるかな。止められねえぞ。綺麗な着地がポイントだよ。ここでジョーリュー君のマシンが注意を下げる。おっと、ジョーリュー君抜き去られてしまった。早いな。このまま行けよ。もっと頑張れよ。順調な走りを見せている。まだ終わらない。足元を救われないようにね。いまいちだ。レースが終わるまで結果はわからないよ。いよいよ前に立つ。そろそろ本気出せ。ということだ。バカだ。心配の蓋となり、無念のリタイア。勝者はご覧の通り。熱い声援ありがとう。ありがとうございます。よし、行くか。ワンコーナー。
いらっしゃいませ。よし、行くか。ありがとうございます。
来たな。大きに。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
時間かかる。